ビリトさん、ちょうどいい時に来ましたね。冒険者協会に少々状況の複雑な依頼が届いています。我々の判断ではあなたこそがそれを対処するのに最も適したお方です。さすがはあなたですね。でははっきり言いましょう。今回の依頼者はリーユエから来ており、見た目が個性的な若い音楽家の方です。彼女は臨時の通行証を持っているのですが、もうじき期限切れとなります。追い出されないためにもこのことに詳しい方に頼んで再び手配してもらわなければなりません。そんながっかりした顔するなって。なんで厄介事を期待してるんだよ。でもリーユエから来た個性的な音楽家のお姉さんってどこかで会ったことあるような。あ、おいらわかったぞ。おや、お二方のお知り合いでしたか。その女性は依頼を出した後に天領奉行に向かわれました。そこで彼女に会えると思います。しかし最近は天領奉行も事務で忙しくしていると聞きました。彼女の問題を解決してあげられる時間はないかもしれません。もし本当にあいつだったら今頃天領奉行の入り口でロックしてるかもな。でもロックはすごいんだろ。早く行ってみようぜ。万が一治安妨害で捕まってたらまずい。創作料理を試食してみて。オイラの直感は鋭いぜ。あれ、旅人とパイモン、あんたらも稲妻に来てたんだな。異郷の地で友達と出会えるなんて。あんたらもしかしてライブを見に来たのか。だったらがっかりさせちゃうかもしれないな。はあ、話すと長くなるんだけど、イリデッセンスツアーって知ってるか。まあ知らなくてもいいんだけどさ、あたいも少し前に聞いたばかりだし。あー、もうよく考えたら最初からすごく怪しかったぜ。主催者側によると、その音楽祭はフォンテーヌが起源でティーワット大陸全土に知れ渡ってるって話だったけど、リーウェ人は誰一人それを聞いたことがなくってな。そいつは道の片隅に夕暮れの実を売る人みたいにポツンと立ってて、だからついかわいそうに思って事情を聞いちまったんだ。なんていうか、お前っていいやつだな。そいつはあたいに資料をたくさん見せてくれた。イリデッセンスツアーは確かにフォンテーヌで最大級の音楽祭だったよ。その舞台に上がることができれば自分の音楽が大勢の人に好まれてるってことを意味するらしい。おお、じゃあ一躍有名になれるじゃないか。そうだろ、あたいもそう思ったんだよ。もっと多くの人にあたいのロックを知ってもらいたい。だからあたいもイリデッセンスツアーに参加することにしたんだ。それで今年のイリデッセンスツアーは稲妻で開催されるらしくてな、申し込みをした後全力で新曲のリハーサルをしたんだよ。より最高のステージにするためにわざわざ北斗さんに送ってもらって事前に稲妻まで来たんだよ。シャンリンも応援用の弁当まで作ってくれたんだ。それなのに、それなのにあの主催者側のやつら、あいつら途中で海難事故にあって予定通り稲妻に到着できなかったんだ。それであいつらが通りかかった漁港に稲妻まで伝言を頼んで、稲妻寛平がイリデッセンスツアー中止の知らせを出したんだよ。なんで中止なんだ。しかも参加するはずだったあたいがそのことを最後に知るなんて。主催者側が申請した通行証ももらえねえし、
今ある臨時のやつももうすぐ期限切れになるし、本当についてねえ。ライブに一番情熱的なのに一番厄介なトラブルに遭うなんて本当にかわいそうだな。はあ、これが音楽家の試練ってやつなのかもな。でもコンサートが最終的にできなくなるなんて状況は別に初めてじゃない。よし、愚痴はここまでにしよう。意気消沈するような話は終わりだぜ。立ち直りが早すぎる。あたいはロックミュージシャンなんだ。粘り強さこそあたいたちの魂さ。だからすぐに行動を起こすと決めたぜ。冒険者協会に行って助っ人を頼んでいる間、あたいは天領奉行に直接行って事情を聞く。同時進行で解決を図ることにした。でもあたいはもうここに半日も経ってる。天領奉行の武士たちが何をしてるのかわからねえが、ずっと忙しそうにしてるし、あたいに構う時間もないみたいだ。そんな、実は何もやることがなくてサボってるだけなんじゃないか。平気平気、外に出た以上困難はつきものだぜ。旅人、北斗さんからあんたはもう稲妻についてしばらく経ってるって聞いた。それなら現地のやり方を知ってるはずだよな。あたいを手伝ってくれないか。よかった、通行証のことが終わったらあんたにも情熱あふれる曲をお礼に作ってやるぜ。あそこを見ろ、本当に深淵だ。ん？また君か。さっき忙しいと言ったはずだ。あと少し待ってくれ。ちょっと待った、おじさん。今詳しい人が事情を話すから。九条サラ様。あ、君が上野行っていた旅人か。この外国のお嬢さんは君のご友人で。そうだぞ。こいつは他の奴らにすっぽかされたせいでここで立ち往生する羽目になったから、臨時の通行証の期限を延ばしてほしいんだ。外国人を困らせないためだと思ってさ、ここはなんとか頼むよ。少し誤解しているようだが、わざとお嬢さんを困らせているわけじゃない。今天領奉行は本当に上も下も大忙しなんだ。最近大きな問題があってね、我々も人手不足なのさ。このお嬢さんの問題を処理できないのは、彼女の前で待っている人が多いからではない。通行証を処理するような些細な仕事に誰も時間を割けないからさ。些細なこと？はあ、俺の立場からでは多くは言えない。九条サラ様なら中にいらっしゃる。直接聞いてみてくれ。君たちに事情を話すかどうかは上の判断に任せよう。本当に忙しかったのか。いいってことよ。おじさんもいろいろ大変だな。あたいは理解してるぜ。諸君、隊列を組め。戦闘部隊に続いて場外に集合だ。ん？旅人？それに他の方も。何か用か？構わない。お前たちがいきなり天領奉行府に来るなんて、何か厄介なことにでも遭遇したのか。何か私に手伝えることがあれば言うといい。よかった、やっと判断を下せる人が来た。なるほど。お前の友人がせっかく稲妻へ音楽を披露しに来たというのに、そんなことに出くわすとは本当に残念だ。
天領奉行は近頃人事異動が頻繁な上、厄介な状況にも見舞われている。人手が全く足りていない。早々にお前の友人の要求に応えることができなかったのは我々の手落ちだ。すまない。お前たちがこんなに慌ただしくしてるなんて珍しいな。何か大きな問題でもあったのか？そうだぞ、ただ適当に聞いただけで。大変な事情があったんだな。気にすんな、あたいの来たタイミングが悪かったんだ。そうだ、こうしようぜ。お前はオイラたちに何が起きたのか話して、オイラたちができる限り手伝う。その代わり、お前は深淵のために通行証の延長を手配する。これでどうだ？あらゆる場面で人手不足の今、お前たちのような実力者の助っ人がいれば。分かった、事情を話そう。近頃荒海地域に突如名もない秘境が出現し、恐ろしい力を持った魔物がその中から次々と現れ始めたんだ。天領奉行は魔物の相手が得意なはずだろう。秘境は想定外の圧力となる。私もすでに偵察兵を調査に送った。もともとは私が直接隊を率いて現場に行くつもりだったが、前線に長くとどまれば天領奉行府は誰も監督がいない状況になってしまう。そうなるのはいささか妥当ではない。あんたが欠けることで不足するのが戦力なら、あたいたちがそれを手伝う。これでいいんじゃないか？だろ、旅人。そうだな、オイラたちが手伝う代わりにお前もオイラたちを手伝う。いいことじゃないか。その言い方はちょっと強引すぎるんじゃ。いや、感謝する。確かにそれが今取れる策の中で一番適したものだ。他のものであったなら私は絶対にこの要求を受けない。だが稲妻至高の神将軍様でさえも旅人の実力を認めている。お前たちに任せられるのなら私も安心だ。おいおい、あんたら稲妻ですごいことをやったみたいだな。確かに前にシャンリンからも聞いたことがある。あんたは大事をなす人だって。九条サラさん、あたいたちはこれからどこに行けばいいんだ？今すぐ現場まで連れて行こう。しかし私はこれまで現場に向かう時間がなかったゆえ、おそらく安全面については正確に予測できない。念のため各自戦闘用の装備と支援物資をできるだけ用意しておいてくれ。費用は立て替えてくれよ。いいだろう、ではすぐに府内に申請を。待ってくれ、通行証の手配って費用がいるんだよな。それを立て替えてくれよ。こっちの費用はあたいが受け持つからさ。そんなんじゃねえって。実は船を降りる前に北斗さんからモラを一袋もらったんだ。それを溜め込んどくのもあれだし、それにこんな面倒をかけたんだ。ちょっとは何かしないとな。袋の中のモラはあたいたちで分けようぜ。軍事手当ってことにしよう。本当に理解のある善良な方だな。いいってことよ、気にすんな。それであたいの通行証は？そのことは私が直々に手配しよう。安心してくれ。おお、ありがとう。決まりだな。じゃあ一緒に秘境を制圧しに行こう。ああ行こう。あたいも旅行に来た気分で見聞を広めに行くぜ。ここの武士たちみんな顔色が悪いな。まるで戦いにでも行くみたいだ。よっ。九条サラ様、お越しいただけたのですね。先ほど秘境の入り口から調査を開始したところ、
魔物の襲撃に遭ってしまいました。全力を尽くし、ほとんどの魔物を卑怯内に追い返したのですが、いくつか取り逃した魔物が南東方向へと向かってしまいました。負傷した仲間も多い状況です。私の独断で負傷者の手当てを優先すべきだと判断し、魔物を追いかけることができませんでした。誠に申し訳ございません。南東方向、まずい。道中には一般人もいる。各位、緊急事態だ。しばし兵を二手に分ける。私は逃げた魔物を追う。ここは皆に任せる。余計なお世話かもしれないが、くれぐれも身の安全には気をつけろ。安心しろ、オイラたちこういう経験は豊富だから。あ、そうでした。秘境からも時々魔物が出てくることがあります。入り口を守り、くれぐれも逃がさないようにしてください。さもないと。渡部、私の判断を信じろ。はっ、九条サラ様。はあ、言っちゃったな。本当に厳格で引き締まった人だったな。あいつは部隊の指導者だからな、仕方ない。じゃあオイルたちも早く秘境に行って入り口を守ろう。おい、あそこを見ろ。あの武士たちの様子、ヤバそうだな。さて、おとなしくしやがれ。伝説に聞く式神に似てるな。ああ、あたいは歌詞を書くためにいろんなところからインスピレーションを探してるんだ。テイワット各地にある伝説も結構研究したことがあるんだぜ。噂によると稲妻には巫術を凝集した紙切れがあって、主と一緒に行動するらしい。中には妖魔を断ち切ったり、家族の健康を守る御利益があったりするみたいだ。聞いた感じ、リーユへの呪符とか戦術と似てるな。おい、なんだよそれ。オイラは専門的なテイワットガイドでお前の一番の友達だろ。それなのにオイラの戦闘力をバカにするなんて。待ってくれ、これを見ろ。この式神、動いてるのか。おい、神切れ、聞こえるか？話せるか？会話はできるのか？ここは、僕は意識を失っていたのか。まずい、僕は。あ、そうだ、お前たち、あの逃げ出した魔物を見なかったか？どこに行ったんだ？魔物ならさっきこの近くにいたけど、あたいたちがやっつけたぜ。ありがとう。奴らを逃さずに済んでよかった。万が一死傷者が出れば申し訳が立たなくなる。お前は式神なのか？あの怪物たちはお前が放ったんじゃないよな。あたいの知る限り、式神は魔を駆除する存在だろう。あんた一体どうなってんだ？僕は式大将だ。すまない、初めて会うのに僕の未熟で見苦しいところを見せてしまった。みんなが今いるこの秘境は結録恩陽寮という場所だ。僕はここの領主、寮内にある全ての事務を取り仕切っている。結録恩陽寮は僕と共に長い年月眠りについていた。しかし何日か前、
この秘境が何らかの力の影響により、まさかまさか魔物を勝手に蘇らせ扉を開くとは。実は僕は一部の記憶が欠けている。覚えているのは目覚めた時に見た悪夢のような光景と、無意識のうちにそれらを止めようとしたことだけ。よもやあれらの魔物が倒されると神札になるとは。その神札を見てやっと思い出した。奴らが僕と同じくこの陰陽寮の陰陽術による造物であると。陰陽術の造物？何言ってるか全然わからねえ。すまない、今はまだ明確な言葉で説明することができない。僕は、うん、すまない、式神として自分が漁師であることは知っているのに、主が誰なのか、作り出された目的が何なのか、そんなことさえわからない。なんという失態だ。つまりお前は自分がいいやつなのか悪いやつなのかもわからないってことか。でもきっと大丈夫だと思うぞ。記憶をなくしたやつは懐かしい場所に行くと何か思い出せるらしいからな。お前も秘境に戻ってみたらどうだ。ああ、今陰陽寮に戻るつもりだ。まだまだ自分自身に数々の疑問があるが、僕の力がこの秘境と同じ源であることは感じ取れる。それどころかここと一心同体の存在なのかもしれない。僕なら完全に制御することができるはずだ。なぜかはわからないが、そんな風に思える。式神は妖魔を退治する助っ人だってみんな言うし、お前はここの扉を守るために配置されたのかもしれないぞ。それに本にこういう話よくあるだろ。記憶喪失になった人がかつて自分が強大な力を持っていたことを忘れてしまうみたいな。でもそれを思い出した瞬間、天下無敵になるんだ。正直なところ僕もそのように思わなくもない。できることなら僕に協力してくれないか。つまり今やるべきことはお前の記憶を取り戻すことだな。記憶を取り戻したらこの秘境をまた制御できるかもしれない。そうしたら魔物ももう逃げ出すことはないな。旅人、ちょっとこっち。この式大将、今さっき目を覚ましたばかりで記憶を失ってるって、こいつの言ったこと信じてもいいと思うか。もし本当にこの秘境の門番だったらあたいたちの味方だ。でも、ああ、そうだな、誰かを陥れようと考えるのはダメだけど、誰も自分を陥れることはないと思って警戒心を緩めるのもダメだ。それに一体誰がこの秘境を建造したのか、なぜ秘境の中にこんなに多くの魔物がいるのか、この場所についてもっと知る必要がある。けどパイモンはだいぶこいつのことを信じてるだろう。どうやら子供みたいに純粋無垢な心を持ってるんだな。パイモン、ちょっと待ってくれ。状況が明確にならないうちは軽率に行動すべきじゃないと思うぜ。ああ、僕も重々承知している。何せ記憶をなくした上にこの陰陽寮と密接な関わりがある。君たちが僕に不安を抱くのは当然のことだ。なんならあたいがあんたの本心を試してやろうか。本心？なんかすごいことが起こりそうな予感がするぞ。あんたらは信じないかもしれないが、あたいみたいな音楽に熱狂的な奴らは肉眼では捉えられない特殊な言語を使えるんだ。この言語はあんたらにだって使うことができる。音楽を媒介して伝えるのさ。どんな言語なんだ？オイラにも聞かせてくれ。この言語はすごく誠実で、人の心の奥底にある最も正直な部分を動かすんだ。今からあたいがこの言語を使って式大将が信頼に値するか試験してやるよ。音楽？
僕はその類のものを深く知っているわけではないが、試す必要があると君たちが言うならどんな試験でも受け入れよう。僕は目の前にある危機を解決したいだけなんだ。よし、じゃあよく聞けよ。どうだ、あたいの音楽にしびれただろう。でもお前一曲演奏しただけだよな。これって試験って言えるのか。さっきあたいが言った言語は曲の中に隠されてるんだ。あんたらには見えないが、あんたらの心の中に入り込んで考えを刺激する。異なる魂はこの言語に異なる反応を見せる。何を感じたかあたいに教えれば、あんたの魂が何色なのか判断できるぜ。うえ、そんなにすごいのかよ。優しい心、運命にもてあそばれ悪に染まった心、そして不幸に慣れてしまいとっくに閉ざされた心、この3種類は全て異なる色をしてるんだ。あたいを信じてくれ。さあ指揮台所、あたいの音楽から何を感じ取った？教えてくれるか？すまない。僕には、わからない。こんな曲調の音楽は聞いたことがない。その中に秘められた奥深さも理解できない。ただ、僕の体が、魂が、いや、もし魂があるとするのなら、きっと、この旋律に動かされたのだろう。僕は、君の描いた世界を見た。なんて言えばいいかわからないが、まるで何の目的もなく道をさまよい歩いているような感じで、あたりは霧に包まれていた。僕は傷を負っていて頭に痛みを感じた。周囲の霧からはカサカサという音。僕は危険に陥ることを心配したが、他に手立てもなく、ただひたすら前へと進んだ。終点がどこなのか誰も教えてくれなかった。ただなぜか誰かが終点で待っててくれているような気がした。おー、一枚の紙切れなのにそんな多くのことを感じ取れるなんて、オイラが全然ダメダメに見えちゃうじゃないか。オイラなんてたくさんの人たちが一緒に魚を焼いてるところしか思い浮かばなかったぞ。焼き魚、実は僕もかすかにそのような場面を見たんだ。顔のぼんやりとした人と一緒に魚を焼いていた。その霧の果てにはかがり火があり、人々は火のそばに座っていた。捕らえたばかりの川魚を竹串で刺し、僕は一人の一般人として彼らと夕ご飯を一緒に食べたんだ。なんだか次の日になって太陽が昇れば、僕はこのかがり火を離れて歩き続けていくような気がした。終わらない旅路、戦ったりはしなかったのか。あたいの旋律を聞いても戦う場面が思い浮かばないなんて面白い。ん？戦いを思い浮かべるべきだったのか。いや、いいんだ。あんたはとてもいい答えを出した。以前何人かの友達にもこの曲を聴いてもらったことがあったが、正直あんたの答えは彼女たちとほぼ同じだ。豊かな構成と急変する天気があったのに、あんたは依然としてそのイメージを主張した。もしかしたらあんたの考え方はあたいの友達と近いのかもしれない。深淵の言った友達ってシャンリンと北斗か。そう、あいつらのことさ。志が同じなら進む道も同じって言うだろ。この答えであたいは指揮大将が信頼できるやつだって信じることにした。本当にいいのか。
僕はただ適当に感想を言っただけだ。まさか君がそんなはっきりと僕を信じてくれるなんて。分かってねえな。あたいはな、音楽の中の言語を一番信用してるのさ。あんたが信頼できるやつだってそいつがあたいに言ってくれてる。そう考えてくれ。音楽は根拠のあるようなものじゃなく自由そのもの。式大将、あんたが何千もあるイメージからそれを選ぶことができたのは、あんたとあたいたちの間に縁があるからかもしれない。ありがとう、信玄さん。いいってことよ。あたいがあんたを信じると決めたのは自分自身の音楽性を信じてるからなんだ。音楽は友を呼ぶってな、あたいのちょっとしたおごりだとでも思ってくれ。そうだろう。あんたも音楽のセンスが良かったんだな。さすがあたいの友達。みんな、この恩は絶対に忘れない。記憶を取り戻せればみんなのために何かできるはずだ。まあまあ、別にあんたに手伝わせようと思ってるわけじゃないんだから、そう力むなって。今一番重要なのは状態を整えることだ。旅人、早速戦闘準備をして秘境の中の謎を解き明かしに行こうぜ。九条サラさんが戻ってくるまでに問題を解決できれば全てが丸く収まる。オイラたちみたいなレベルの冒険者ならどんな秘境だって朝飯前だぜ。魔物が出てこなくなった。終わったのか。うん、地面に何かある。おかしいな、この結録音容量。これといって特別なところなんてなさそうだぞ。確かにそうみたいだ。だがかすかに法力の回復を感じる。ふう、少し楽になった。ちょっと待て、あそこを見ろ。あれ、人じゃないか。市庁内に人が？それは少しおかしい。一般人がこの秘境に入ることはないはず。お、誰かと思ったら君たちだったんだね。さっき足音が聞こえたから、どんな奴らがこんな危険な秘境に入ってきたのかと思ってたんだ。あ、お前だったのか。そうさ。君の声を聞いてすぐ分かったよ。久しぶり、旅人。以前より度胸が増したようだね。講師、なんでお前がここに。もしかしてこの秘境はお前の仕業か。誰だ、講師。こんにちは。俺のことはタルタリアと呼んでくれ。俺は言うぞ。こいつがここにいるってことは、これから悪いことが起こるってことだ。おいおい、こんな久しぶりに会ったっていうのにその言い方はないだろう。と、お前が一番わかってるはずだぞ。でも信玄は講師が起こしたリーユへのいざこざを知らないはずだよな。教えるか。
なんか深淵の性格からして、もし知ったら今の状況がもっとややこしくなりそうだぞ。このお嬢さん、身なりは特殊だがリーウェ人のようだ。どうやら正直に話すかどうか決めなきゃいけないみたいだね。よし、こうしよう。実はこいつはオイラたちがモンドで知り合った冒険者の友達なんだ。講師ってのはオイラたちがこいつにつけたあだ名だ。え、このタルタリアってやつ、いつも物事を台無しにしちゃうんだ。危ない状況だって分かっててもなりふり構わずやる。冒険者にとっては絶対にやっちゃいけないことなのにな。だからオイラたちはこいつを警戒してるんだ。ああ、そうだった、そうそう、俺は冒険者なんだ。この前旅人とパイモンにいろいろ迷惑をかけちゃってね、悪かったよ。モンド人だったのか。こんにちは、あたいはシンエ、リーウェ人で好きなものはロックだ。いやあ、よろしく。君もこの秘境を探検しに来たのか。ああ、あたいたちはこの秘境で魔物が暴れてる原因を探してるんだ。この式大将によれば、ここは結録陰陽寮と呼ばれる秘境で、中にはいろんな陰陽術で創造された危険な魔物がたくさんいるらしい。危険な魔物を外に放つ秘境か。その正体は一体何なんだろうね。俺も偶然ここに入ったんだが、ここの秘密にはとても興味がある。真実を探求することは冒険者の性分だからね。君たちに同行してもいいかな。もちろんお返しとして俺も手伝うよ。俺は喧嘩ならすごく強いんだ。旅人、どう思う？おいおい、俺がいらないだなんて言わないよね。旅人、俺の実力は君も知っているはずだろ。ああ、ありがとう。式大将の記憶を取り戻す助っ人がまた一人増えたな。人手が増えれば力も増えるってもんだ。式大将、君たちのそばにいる小さな紙人形のことだよね。うん、実に愛嬌のある見た目だね。シンプルな姿、滑らかな顔立ち、俺の弟が好きそうだ。僕を褒めてるのか？そうだな、褒め言葉として受け取っていいと思うぞ。そうか、なら僕も新しい仲間に現状を説明しよう。君はここの漁師だって言ったけど、俺がここに入った時は君を見かけなかった。つまりその時すでに意識を失っていたのかな。そうだと思う。兄ちゃん、多分それはあんたの動きがすごく早かったか、ここに来た時間が早かったからじゃないか。そうだろう？兄ちゃん？いいね、その呼び方、とても親しみがある。そんな風に呼ばれると自分の妹のことを思い出すよ。さっき聞いた情報からして、式大将はきっとこの秘境の番人だろう。そのことはすぐ確認できるはずだ。式大将はこの秘境に入ってから法力がずっと回復していると言っていた。もしかしたら前に進めば進むほどより多くの力を吸収できるのかもしれない。式大将、何か思い出したことはあるか？それか何か違和感を覚えるようなこととか。式神の全ては不術に由来するという。力が強ければ強いほど記憶が戻る可能性も大きくなる。寮内に戻ってからなんとなくこの秘境の一部を制御できるような気がしてる。漁師の能力なのかもしれない。この部屋の魔物はもう俺が片付けておいたよ。奴らは倒されるとボロボロの紙札になるんだ。戦いは楽しかったけど、俺は前へ進む方法を見つけられなかった。式大将、君は漁師なんだよね。何か心当たりはないかい？試してみよう。カッツ！お、扉が開いたぜ。
なんか背中がゾクゾクする。この中すごく不気味だ。おいら一番前は嫌だぞ。魔物の気配だね。戦闘の香りがするよ。ここの魔物はとても強い。前方で俺たちを待ち受けているのは過酷な戦いだろう。正直こういうのは大好物でね、君たちも戦いを楽しむことを学んだ方がいい。強敵だろうとなんだろうと、あたいが全部焼き尽くしてやるぜ。じゃあオイラたちを守ってくれ。特にオイラを。音が鳴り響いているのが聞こえる。ここはかつて、僕の領域だった。この秘境の中で僕ができることは決して扉や装置を開けることだけにとどまらない。僕は戦える。いや、戦い方を知っている。みんな、戦闘に関する記憶を思い出した。式札と陰陽術で君たちと一緒に戦わせてほしい。次はどこに行くんだ？リーユエの名所を巡りたいなら、いい案がいくつかあるぞ。難攻不落。さっき、いざ。今のお知らせ。ここまでやはり。隙あり。御霊には四魂、巴には三重。この秘境は陰陽術の偉大な成果。ここには何千もの式札があり、そのうちの9枚は極地の術とされている。陰陽術は邪悪を払うもの、心して使えば武人も活用できるようになる。その奥深さは全てこれらの式札に隠されている。難攻不落。疑似妖か。みんながそばに。天理チョーク。叫、今こそ誕生の時。リズムに乗れるかい。
いざ。盤石創生の術、火花を散らせ。あたいの最強の音を聞け。すきあはは、すきありせは。疑似妖火冥王牽制は。いいだろう、剣女盤石。いざ。しかし、なぜ人々はこの秘境で戦うのだろうか。ここへ来る途中、ボロボロになった敷札や様々な兵器を見た。それと焼き魚の匂いも。これらは一体誰が残したのだろう。もっと熱くなれ。みんなは俺が天道万象。今こそ誕生の時。いざ。揺らぐことなし。はっ。難攻不落。はっ。ふっ。いざ。
く。霹靂先陣。何？やった！盤石創生くらえつふきありはっはきあり疑似妖火せい天道ここにあり安山八九せえいやはっ疑似妖火全力攻撃だ天理チョーク冥王牽制行こう盤石創生の術せやみんながそばにやはり天道万象
創生の術。リズムに乗れるかい。スキヤ君剣女盤石疑似妖怪と、て、いや、ふっはは、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 ふ甘い、揺らぐことなし。難攻不落。いざ難攻不落。いざ岩山八九創生の術。起立先陣疑似妖怪新天道地
いざ。みんなは俺が待っ天道、ここにあり偉業を見届けよ。もっと熱くなれ。壁立先陣。岩山八九、いざ。揺らぐことなし。みんながそばに。天理チョーク。冥王剣聖。実に悪くない。これほどまでにスリルな戦い、かつてあの場所で経験したもののようだ。なんか興奮してるみたいだな。そんなに喧嘩が好きなのか？もちろん。俺は終わらない戦いを楽しんでいる。命を懸けて全力を尽くし、全てをかける。おお。講師を連れてきたのは確かに正解だったかもな。魔物をやっつけるスピードがかなり速くなったぞ。足元に気をつけろ。おい、あれなんだ。地面の上に小さな紙人形が。式大将にそっくりだ。僕はこれが何なのか知っている。これは僕の拓本。僕を原型にして量産した式神で僕の力を有している。もしかすると記憶も幾分か持っているかもしれない。これを回収しよう。どうだ、何か思い出したか？春之助。春之助？カムナ春之助、僕の主だ。彼は稲妻最初の陰陽師であり、武術を熟知していた。彼は僕とこの秘境を作り、ここに長く隠居していたんだ。君の主はやはりここの創造者だったんだね。でもそいつがあんたと秘境を作った目的は何なんだ？すまない、今はまだわからない。ただの陰陽術マニアなんじゃないか。自分の陰陽術がすごいって知ってこの場所を作った。それでもっと強くなるためにここに閉じこもって修行してたとか。それはあるかもね。学術に執着する人はいつも驚くようなことをしでかす。例えばそのカムナ春之助という人、彼は陰陽術に酔いしれ、自分を鍛えるためにわざわざこの秘境を作った。しかし秘境に異常が起き、陰陽術が暴走し
式神を魔物にしてしまった。式神が魔物になるのか？嘘だろ？ろくでもねえ話じゃんか。ただの想像だよ。だってここには式神も神札以外の媒体もないんだから。こんな大事が起こったら稲妻当局はきっと気づくはずだよね。それで人員を手配してここを封印したところ、式大将は眠りについた。いや、僕はまだ春之助の面影や彼といた感覚を思い出せはしないが、唯一確信を持ってることがある。彼の才覚からして陰陽術の領域でこれほどまでの過ちを犯すことはないだろう。それに彼が責任感のない人ではないと僕は思うんだ。そうかい。そうなるとあとはあまり良くない推測しか残ってないよ。仮にカムナ春之助が悪人で、この卑怯を創造したのが陰陽術を強化することで戦う道具となる魔物を創造するためだったら、そうなれば彼は正真正銘迷惑極まりない人間だ。そして君はカムナ春之助の共犯者ということになる。悪人の共犯者、魔物を戦う道具に。おいおい兄ちゃん、今結論を下すのは少し早いんじゃねえか。式大将はあたいの試験に合格したあたいにとって信頼できる相手だ。そう言われるのは少し聞き捨てならねえな。ただ式大将の記憶から推測しただけだよ。確かに今はまだ決定的な証拠はない。俺もわざと彼を疑っているわけじゃないんだ。みんなのために現状を整理しているだけさ。それに兵器にされることも別に悪いことじゃないだろう。あの扉をくぐり抜ければ次の部屋に到達できるはずだ。式大将の拓本を探してみよう。あれは記憶を取り戻す手助けになる。もしかしたら最深部でカムナ春之助本人に会えるかもしれないね。そいつの実力がどの程度のものかはわからないけど、ぜひ会ってみたい。引き続き進もう。と兄ちゃんはまさかまだ秘境の中に。ダメだ、入れねえ。外部のものを弾いてる。なんか微妙に振動してないか。まさか秘境で何かの装置が動いてるのかも。ち、厄介なことになっちまった。軽率な行動は禁物だな。旅人パイモン、あたいたちはもう少しここで待ってみよう。皆の者。あ、九条サラ、こんな早く戻ってこれたのか。いや、早いとは言えない。あの魔物たちは狡猾で、人と相対するのがうまかった。時間をかなり浪費してしまった。お前たちは何か進展が？実はさっき、あたいたちが秘境の入り口にいた魔物を倒した後はもう他の魔物が逃げ出すことはなかったぜ。だけどその後すぐに秘境から音がして何か問題が起こったみたいだ。危険かもしれないから音が止んでから入ろうと思っててな。うん、私も何か抵抗を受けるかのような力を感じる。今は逃げ出す魔物を捕らえるだけで多くの人手を消耗している状況だ。秘境に入って真相を探すとなればさらに難しくなるだろう。万全な準備をしておかなければならない。九条サラ様、負傷兵の状況が思わしくありません。
しかし城へ戻る道中にも魔物をいくつか発見しました。誠に恐縮ですが、九条様直々に負傷兵を城内まで送り届けていただけないでしょうか。仕方ない。皆の者、私は先に負傷兵を稲妻城へ撤退させる。その後精鋭部隊を手配してここへ戻ろう。お前たちはすでに多大な貢献をしてくれた。私たちと共に城へ戻ってくれ。九条さん、あんたはあたいたちが巻き添えになるのが心配でそう言ってるんだよな。大丈夫、全然へっちゃらさ。あたいたちならここをどうにかできる。あんたは安心して行ってきな。この扉はあんたの代わりに見張っておくからさ。それは本当に申し訳が立たない。人助けは最後までやり通すもんさ。そうだぞ、お前がいなかった時オイラたちはこの近くで魚を焼いて食べてたんだ。すっごく楽しかったぜ。あたいも新しいインスピレーションが湧いたんだ。波乱万丈の稲妻の旅を記念して一曲作ろうと思ってる。皆の貢献は我々天領奉行すべての者が心に刻もう。このことが終わったらまた改めて礼をさせてくれ。悪いが少しの間この秘境を見張っておいてほしい。渡部にもここ一帯にいるよう命じる。何か不測の事態が発生した場合は彼に伝えるといい。信玄、さっきわざとオイラたちが秘境に入ったことを言わなかったのか。オイラ気づいてたぞ。賢いな。あたいたちも心が通ってきたってわけだ。秘境のことはまだ徹底的に調べ上げてない。もし今幕府の人間を巻き込んだら厄介なことが増える可能性がある。先に言っておくが、式大将をエコひいきしてるわけじゃないからな。あ、ただ記憶はあいつにとって重要なもので、あいつが自分のことについて真実を知るまで他の奴らに誤解させたくないだけだ。ああ、他人に誤解される気分は最悪だ。あたいも似た経験がある。時に人っつうのは上っ面だけを信じる。その上それに対する忍耐を持とうともしない。一人一人の見方によって誤解はますます大きくなるんだ。そうなると誤解された人は説明することさえ難しくなる。そんなのは良くない。ロックはいい音楽だが人々に誤解されやすくもある。式大将はあたいの言語が選んだ仲間だ。あたいはあたいの方法であいつを守る。ああ、九条サラさんが戻るまでに式大将の潔白を証明しなきゃならない。それと天領奉行の人がこの秘境を制圧しようとしてること、式大将には秘密にしておいてほしいんだ。信玄は優しいな。記憶をなくした人の気持ちも常に考えてる。当然のことさ。ん？また音がしたぜ。どれどれ。あ、オイラもオイラも。複雑で頭がこんがらがる。でも全てを話す時が来たらオイラも頑張るぞ。神人形に負けないようにオイラもしっかりしないとな。旅人、こっちに来てみろよ。うーん、やはり失敗した。式大将、大丈夫か。大丈夫だ。先ほど領内の排除に抵抗するため少しばかり力を消耗しただけだ。さっきの扉は扉の形に見立てた仕掛けだ。あれに触れると音容量の内部にある全ての部屋がかき乱され再構築される。そして変化している間は誰も入ることができない。はあ、僕のせいだ。僕の秘境に対する制御力が足りないせいで。そうじゃなかったら今みたいなことにはなってない。そんなに自分を責めるな。講師はどこだ。まさかまだ中にいるのか。わからない。
だがあの方からは何か不思議な気質を感じた。彼は一般人とは違う。彼にとって戦闘は負担ではなく趣味なんだ。彼はそれに対して恐怖を抱くことはない。そのようなものになら、この秘境を征服できるかもしれない。あいつは確かに面倒なやつだけど、意味もわからないまま死なせるわけにもいかない。あいつはチームで最強の助っ人だしな。あの兄ちゃんはずっと余裕な感情を出してたから、その実力は信じてもいいと思うぜ。式大将ですら入れないんだ。今は待つしかねえ。だけどあたいは待つのが嫌いだ。なんだか受け身に感じてな。はあ、どうせ暇なんだし作曲でもするか。式大将、新曲を聴いてみないか。ああ、喜んで。だが僕は今少々気持ちが落ち着かなくて。お前は式神だろ。オイラたちよりも落ち着かないのか。僕は知っている。みんなが命を危険にさらしてまで僕を助けようとしていることを。だから君たちが秘境内で経験したこと、遭遇した戦い、受けた傷、それらは全て僕が背負うべきことなんだ。あたいたちリーウェ人は心の静寂を重んじてる。あんたがいつまでも落ち着かないでいたら、事態がますます悪化する一方だぜ。中にはな、圧迫されればされるほど突っぱねて、束縛されればされるほど自由を求めて突き進んでいく者もいるのさ。あたいはそういうのが好きだ。そういうタフさをずっと追い求めてる。それがお前の言うロックってやつなのか。そうだ。強さとしなやかさを兼ね備え、いつまでも粘り強く逆境に負けない、そんな存在にあたいはなりたいんだ。わかった、深淵さん。ではここで静かに時期を待とう。そう来なくっちゃな。じゃあ旅人、もし他にやることがあるんなら二手に分かれて行動しようぜ。秘境が解放されたらまたこの近くで落ち合おう。